本堂平面図長寿寺は、滋賀県湖南市東寺にある、天台宗の寺院。三号は、阿聖山。本尊は、木造地蔵菩薩。同じ湖南市に所在する、上落寺の西寺に対して、当寺と呼ばれている。上落寺、前水寺と共に、湖南三山の一つに数えられる。1月中旬には、祭寺の鬼走りが行われる。創建の事情及び時期については、 資料が乏しく定かでない。次元では、奈良時代の天平年間に、聖武天皇が両弁に、小宝の祈願をさせたところ巫女が誕生した。そこで、両弁がこもっていた亜生山中は、がら器具の鬼門でもあるので、ここに、鬼門封寺と巫女の長寿を願いながら仮二十四カ坊からなる直眼寺を混流して、長寿寺と名付け、行基に作らせた小安寺像を本尊としたという。 その後、鎮守者として、境内の南に白山神社が建立されている。平安時代の上岸年間に本堂が消失するが、すぐに復興される。その後は、汗山五千坊と呼ばれるほどの天外仏教園を形成した。鎌倉時代には、源の頼朝が、室町時代には、足利将軍家が、祈願書として書道を作り改修したと言われる。 当時にも上落寺同様三重塔があったが、織田信長によって、安土城山中の創建寺に移築され、重要文化財となっている。老門は、狂本郡の連大寺に移設されたが現存しない。明治時代の神仏分離によって、白山神社が当時から独立した。郵便番号5 2 0 3三1 1 1滋賀県湖南市当時619普通車10台、大型車7台。 ありがとうございます。